私悪い時はもう15時間とか寝ます。15時間も寝んの？もう私なんかおしっこしたくて起きちゃうの。かわいそう。かわいそうって言われた。わかる。いらっしゃいませ。本日はニューレディよろず相談所、ご相談者は東京都在住26歳リンダさんのご相談です。本日はいかがなさいましたか？私の悩みは遅刻してしまって仕事とかに支障をきたすくらい寝坊癖があるところです。わかる。ちっちゃい頃からでもリンダさんは遅刻をしている人だったの？高校生くらいの頃からすごい遅刻癖があって、うん、ほとんどあんまり学校も行けてないくらいずっと。でも卒業はできたんでしょ？あと1回休んだらもう卒業できる。なるほどね。あ、それはまあまあすごいね。ちなみに高校は家から何分くらいのところなの？徒歩5分くらいのところ。私よりすごいかも。私もね、遅刻少女というか、小学校ぐらいからもうずっと遅刻をしている子で、高校になるとさらにちょっと遠くなったんで、ひどい時は1学期間に40回ぐらい遅刻をしてたんですけど、私の遅刻は結構軽くて、5分とか10分ぐらい遅れちゃうのよ。なんか、惜しい遅刻なんだけど、リンダちゃんはどのぐらいの遅刻なの？私は一応朝起きるんですけど、うん、眠すぎて寝ちゃって、うん、起きたら夕方っていうパターンと、うん、朝起きたら昼みたいなパターンがあります。二度寝で夕方まで寝ちゃうの？そうです。で、もう一つは、もう本当に朝起きれないでお昼、二度寝じゃなくて本当にお昼まで寝ちゃうっていう。そうです。全く目覚ましが聞こえないっていう。それはさ、前日の夜遅い時間まで起きてるっていうことはある？だいたいいつも3時4時くらいに寝るんですけど、うん、どうしても早く寝られなくて。何やってんの3時4時まで？ゴシップガールっていう海外ドラマを見たり、あー、サブスクとかそういうのを見すぎちゃうんだ。あ、そうですね、ずっと見ちゃいます。明日何々あるから今日はセーブしておこうとか、そういうのがあんまりできないタイプ？そうですね。でも早く寝ようと思ってお布団に入っても寝られないんで。ああ、布団に入っても寝れない。リンダちゃんはこう運動とかするの？しないです、今は。全然。とりあえず疲れてみよっか。疲れてないから起きてんだと思うんだよね。あ、体がってことですか？そう。でも運動は嫌いなんでしょ？嫌いじゃないですけど、何をすればいい、何をすればいいのか分かんない。なんか高校の頃までとか学生の頃のなんか部活とかやってなかったの？部活は中学の時に剣道をやっていて。剣道部なんて超規律正しそうなのに。ねえ。あ、剣道部の時は、でも中学校の時は遅刻をしてなかったんだ。そうです。部活の時はもう毎日起きてました。朝練から。朝練やってたら遅刻のしようがないよね。で、高校からは自分で起きなさいっていう風な感じになったの？いや、高校からも起こしてもらってたんですけど、うん、それをしかとして寝るっていう感じになっちゃって。寝るの好きなの？好きじゃないんですよ。だって寝てるときは何もできないんで、できるときは寝たくないんですよ。だ、本当に寝たくないのに起きていつもまたやってしまったと思うんですよね。寝るの好きなのかと思っちゃった、私。二度寝するって全然好きじゃないです。二度寝って気持ちよくない？気持ちいいですよね。うん、じゃあ好きなんじゃん。気持ちいいから寝るんでしょ、それ。そうです。でもやんなきゃいけないことがいっぱいあるのに寝ちゃうから、うん、どのくらい毎日寝てんの？調子いい時は5時間くらいで、うんうん、調子悪い時はもう15時間とか寝ます。15時間も寝んの？もう一回も起きずに、気づいたら15時間くらい経ってるとかあります。ちょっと待って。15時間？はい。もうそんな寝れねえだよ、私。寝れねえだよ。もう46歳なんですけど、私はね。あ、なんか、20歳差か。すごいね。あ、ちょうど20だ。もう私なんか、おしっこしたくて起きちゃうの。かわいそう。かわいそうって言われた。わかる。尿意催さず15時間寝れるんだ。うん、全く。それって調子悪くないよ。15時間寝れるってすごい体力がないとできないもん。じゃあ、あり余ってるんですね、やっぱり体力が。あり余ってると思う。なんかいい運動というか体力消耗する方法ってありますか？運動するならなんかするみたいなことしてる？
なお、本当に一日中家にいて、うん、夜になったらスーパーが徒歩2分くらいのところにあるんですけど、うんうん、そこに行って帰ってくるっていう。今一人暮らし？いや、今は彼氏と住んでます。やだ、じゃあもうぴったりの運動があるじゃん。これセクハラですか？これまだ何も言ってませんからね。ぴったりの運動っておしくらまんじゅうかもしれないからね。彼氏は睡眠サイクルとか生活サイクル合うの？合うっていうか、私が彼氏が寝た後も私は勝手に起きてるだけで、朝は一応一緒に起きるんですけど、その後勝手に一人でまた寝るっていう生活。あ、でも一旦朝起きるんだ彼氏と。最近は起きます。あ、でその後寝ちゃうんだ。はい、それ一回我慢してみよっか。そうなんですよね、我慢したいんですね。予定入れちゃうんだよ朝から。そう、はあ、そんなに朝予定入れたくないの？なんか調子悪いんですよね朝。血圧が低い？あ、血圧はめちゃめちゃ低いです。あー、だとね、私なんかそういう悩みが分かんないんで、ね、血圧超普通だから。血圧が低いとやっぱ朝って辛いの？食欲もないし、なんか体がだるい感じがして、うん、何もできないんですよね。あ、そうなんだ。朝食欲がなくてもなんかあれ、ゼリー系飲料とかだったら食べれる？あー、確かに喉は渇いてるんで、そういうやつだったらいけるかもしれない。じゃあゼリー系飲料を含んで動いてみようか。今どの辺に住んでるの？あの、大まかでいいから。新宿区です。新宿区だったらやることいっぱいあるじゃん。え、何ですか？散歩とか。あ、新宿御苑は近い？病院がどこにあるのか分かんないんですけど、近いのかな。新宿一丁目。新宿駅は近いです。新宿中央公園とかは？分かんないです、中央公園が何か。新宿に引っ越して間もない感じ？半年くらいですかね。あなたじゃあ全然周りは歩いたりしないんだ？しない、好きなんですよ散歩は。私散歩めちゃめちゃ好きで、うん、一回普通に散歩しようと思って、その時埼玉に住んでたんですけど、うん、埼玉から群馬まで歩いたことあります。歩いて、うん、って書いちゃった。長野に行きたくて、長野まで本当歩こうと思ったんですけど、どうもきついなと思って。そうだよ、高崎からバスが出てたんで、うん、高崎まで100キロくらいだったんですよ。100キロ歩いたの？歩きました。1日で？はい。あ、なんか大変。やばい。わ、大丈夫よ。え、100キロも歩けんの？あなた。歩きます。めっちゃ歩くの好きです。じゃあ歩こうよ。はい。午前中に日の光を浴びてると眠気って飛ぶから、ゼリー系飲料を飲んで散歩をして、お昼から仕事してみようか。わかりました。本当にやる？やります。3時4時まで起きちゃうっていうのは、もうそれは体力が有り余ってて、私あなた全然自覚してないと思うけど、体力お化けよ。そうなんだ。1日100キロ歩くって聞いたことないんだけど。あ、それ1日じゃないです。あのね、持った？持ったの？ちょっと持った。満喫で休憩して。わかる。彼氏が会社行くってことは8時ぐらいには一回起きてるってことでしょ？そうですね、8時半に毎日起きてます。じゃあ9時から12時までは外行って思いっきり日の光を浴びる時間。運動した後の方が脳も活発に働いて効率がいいから、私なんかもうババアだから1時間ぐらいだけど、2時間でもいいや。12時までってのはちょっと大げさだったかもしれない。私は1時間ぐらいは歩くようにして。だから2時間ぐらいだったら、まだあんたのお化けみたいな体力だったらできるんじゃない？9時から11時までね。まあ、そのご飯食べると眠くなっちゃうかもしれないから、すでに痩せてるあなたにこれを勧めるのはなんだけど、あんまりね、炭水化物を取らない方が眠くならない。あー、なるほど。だから血糖値を上げないってことですか？そう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 。だから昼間は炭水化物抜いてみようか。お昼は糖質少なめのお昼を食べて仕事をして、夜はもうお好きなように。As you like。 わかりました。もしくはあと、そうだ、そうするとさ、彼氏と時間帯が合うから、ご飯を食べた後さらに運動をするとよく寝れて、また8時半に起きやすくなるんだな。
なるほど。毎日やるんですか？毎日じゃなくていいわ、それは。あとはね、なんかね、睡眠量とかが気になってんだったら、私は今こういう活動量計っていうのかな、そういう系の腕時計で、睡眠の量を測れるやつがあるの。安いのは1万円ぐらいで売ってるから、それで睡眠時間を測って、このぐらい私って寝てるんだっていうことが分かると、さらに意識高まる。でも、あのね、ほんとこれだけは言いたいんだけど、睡眠って大事よ。いい睡眠じゃないとパフォーマンスが落ちるから、本当にね、睡眠しっかりした方がいい。はい、わかりました。私もね、あの全然自堕落で、もう本当にね、いつもね5分10分の遅刻とか多いから、リンダちゃんと同じような感じなんだけども、なんとかそういう風な感じのことをして踏みとどまって生きてるから、お互いに頑張ってね、踏みとどまって生きていきましょうね。はい、わかりました、はい、じゃあ今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。リンダさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あー